はい、今8月4日金曜日の朝6時半です。6時35分ですね。で、昨日ね、夜に実は僕エントリーしたんですよね。エントリーしてて、で、今日の朝見たら約定されてました。ただ昨日はね、ちょっとあれなんですよね、美味しいところは取れてなかったんですよね。大枠を見て、その中のちょっとだけいただいた形なんです。そういうやり方もできると、なんか我ながら FX 読めるようになってきたかなと思ったりしますね。まず約定履歴から見てみましょうか。約定履歴ね、約定履歴、なんか安いハンディカムなんでね、ゆっくり行かないと映らないんでね、これですね、これ、4時37分に約定されてました。入ったのが1時半です。1時半、ああ、そうそう、1時半だったんですね、あれね。これ1時半です。で、どういうチャートだったのかっていうことですよね。ドル円なんですよ。ドル円の1時半なんですけど、昨日ね、実はね、1日中見てたんですよ。ほら、ごちゃごちゃしてるんでわからない、一旦消しますね。昨日は2時間足ですよね。2時間足で、全体的なこの長い EMA が下向きなんで、あの下げのトレンドですよね。下げのトレンドで、こうずっと来てて、一回上上がったんですよね。一回上上がって、で、ここですっとんと一回落ちたんですよね。で、その時にちょうど MACD もね、うまい具合にクロスしてくれたんですよね。2時間足で見るとね。そうそう。ただこの時、8時ですよね。8時。夜8時。やっぱり安いハンディカムだから、なかなかピンポイントが合わないですね。これ8時なんですよ。はい、8時ですね。はい。で、この時に入ってたら、僕のルールでは、ここまで取ってたはずなんですよ。ここまで取ってたはずなんです。前回の最安値ね。はい。戻り売りと考えて、ここまで取れてたはずなんです。で、僕あのね、昨日の8時っていうのがね、すごい野球が面白くって、チャート見るの忘れてしまってたんですよね。これ1時間足で見ましょうか。1時間足で見ると、これがさっきのトレンドラインですよね。これがさっきのトレンドラインですよね。で、ここちょうど、綺麗に決まってますよね。バッチリ決まってるんですよ。こうバッチリ決まってて、しかも MACD も下向いてるじゃないですか。で、これ僕がしっかりここ見てたら、もう絶対ここで入ってたんですよ。入ってたんですけど、僕さっきも言ったように野球見てたんでね。また面白かったんですよ。阪神対広島がね、すごい面白かって、で、これ2時間足に戻るんですけど、なんで2時間足に戻ったかというと、こう、1時間足だったら、この、ゴール地点が見えないですよね。ゴール地点がちょっとこっち、やりましょうか。そこで入ったとしたら、僕、ここまで取るっていうのをここまで取るんですよね。ここまで取るのが僕のルールですよね。で、はい、そうなんですよ。で、すごい美味しいところを取るとしたら、こっからここまでだったんですよね。もう取れたはずなんですよ。夜の8時、ここか。MACD も下向いて、このトレンドラインもぶち抜いて、で、あれですよね、このうまい具合に EMA も下向いてるし、ここでもバッチリ決まってますよね。こっちの短期の EMA もバッチリこう
クロスされてるんで、これはもう絶好の僕のルールのここまで取る ここの間な、何ピップスだろう、110円52から109円92だから50ピップス、60、70ぐらい取れてたはずなんですよね。そう。ただね、僕昨日野球見てしまってすごい面白かったんですよね。阪神対広島だったんですけど、ですごいエキサイティングしてしまって、でもそのまま寝てしまったんですよね。寝てしまって、こんないいチャンスだったのにね、寝てしまってね、でぐーぐー寝てしまってね、次の日起きたら、次の日じゃない、あの次目覚めたら、さっきの約定履歴で見たように1時半だったんですよね。1時半、ちょっと見てみましょうか。これ約定履歴見ると、これ1時半、1時34分、1時半ね、1時半だったんですよね。1時半っていうことはちょうどこの辺なんですよ。これ何時かな、これ12時、ああそうそうそう、これ1時これ1時ですからね。1時半言ったらこの辺ですよね。この縦線のこの辺ですよね。はい、この辺です。なのでね、ズドーンと落ちた時に、ここまで落ちるのはもう僕の前のルールだったんで、一旦ここまで落ちかけたんですけど、まだここにタッチしてなかったんで、それでまだ戻したんで、ほなもうここまで取ろうと思ってね、もともとのルールだったらここまで取ろうと思ってね、こっから入ったんですよね。こっから入って、でこれわずか20ピップスですよ。わずか20ピップスですけど、しっかり僕の最初のルール通り、大枠のルール通りにここまで来てくれましたね。でそれが4時半だったんですよね。でもう1時半に僕エントリーしてからもう寝てたんで、今日の朝、ポジション保持期間としては、何時間かな、4時37分、1時半で入って4時37分なんで、約3時間のポジション保持期間で、20ピップスいただきましたね。まあちょっともったいないことしたなと思ってね、あの本来はここで入れてたんですよ。僕が野球でそんなあのチャートずっと見てたらね。でも僕あのチャートずっと見ること無理なんでね、あのただでさえ副業トレーダーだしね、だからこういうことですよね。あの僕の中ではここからスタートしてここまで取れる、そういうルールがあったんでね、途中でこうチャート見た時にこの中うろうろしてて一旦戻したって思ったら、そっからここまで取ることができるんですよね。でまあ残念なことにこのリスクリワードは悪いんですよ。あの損切り設定がここなんでね、損切り設定がここだから、だいたいここ50ピップスで、でここが20ピップスだったんです。まあそれはもう仕方がないですよね。ただ大枠を捉えてるんでね、大枠捉えてるんで、なかなかの勝率なんですよ、こういう場合は。うん、そう、あの2時間足で見ると分かりやすいですよね。あのもともとここまで落ちてくるものを、もともとここまで落ちてくるっていう僕のルールなんで、その時にあの夜おしっこで目覚めた時にこのちょっと戻したところだったんですよね。なのでこっから入れたんですよね。こっから入れたんですよ。こっから入れて、こっからここまでが20ピップスだったんですよね。で、損切りがここですよね。こっからここまでがだいたい50ピップスだったんですよ。そう。で、あとは寝とったら今日の朝6時半なんですけど、20ピップス約定されてましたね。綺麗に決まってますよね。これ僕の中の鉄板ルールです。こうトレンドライン引いて、トレンドラインを割って、でその時にマック D がクロスしてるっていうね。でマック D そもそもあの反応が遅いので、同じチャート内でクロスしてなくても他の時間足ですでにチャートされてたり、すでにクロスされてたり、
それよりも短い時間足とか、それよりも長い時間足でクロスされて、もうすでにクロスされてあったりとか、そういう前後の流れを見てみますよね。でそもそもこれ全体的には下げトレンドなんで、下に行くのは分かってるんでね。でそれの他にもね、実はここやりやすいポイントだったんですよね。ここって実は前回サポートされてたラインがレジスタンスに変わったラインなんで、これ以上上には行かない、まあ行くとしても相当なエネルギーが必要になるんで、ここですよ、ちょうどここのところですよね。はい。なのでこっから上はなかなか行きにくいから、ショートがちょっとやりやすかったんですね。まあメインディッシュはいただけませんでしたけど、ちょっとおこぼれ頂戴で。でも僕みたいにこう、例えば副業トレーダーとかはね、やっぱこういうものを取っていくっていうのが大事なんだと思いますね。そんなにそんなに日常茶飯事で、そんなにそんなにずっとチャート見ておくっていうことは無理なので、自分の中のルールの中で、 大枠で捉えたルールの中で、その中の波を取っていくみたいなね、そういうことができた今回のトレードでした。まあね、まあ何度も言いますけど、僕まだまだ安定して勝ててるトレーダーではないので、これが参考になるかどうかはわからないですけれども、もし興味があればまたぜひ次の動画も見てください。そしたらまとめますと、今日は、ドル円で、ショート売りで入ったやつで、ポジション保持期間が約3時間で20ピップスでした。メインディッシュ、本来は野球を見てないで、しっかりチャート見てたら60、70取れてた、そのルールの中のほんの20ピップスですけど、確実に取れました。以上です。ぜひまた見てください。